ゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずは今日の大気の不安定度を見ていきますと、今日は上空に冷たい空気が流れ込んでいます。また気温も上がるため大気の状態が関東から東北地方非常に不安定になっていきそうです。というわけで雨雲が発達しやすくなります。今日の雨の予想を見ていきましょう。関東から東北地方は日差しが届き晴れる予想ですが、午後になりますとにわか雨や雷雨の可能性があります。天気の急変に要注意です。雷を伴って強く降る恐れもあるためご注意ください。また東海から西日本でも断続的に雨が続き雷を伴う恐れがあります。では今日の雷雨マップを見ていきましょう。発生確率見ていきますと、特に東北の内陸から関東の北部、甲信地方にかけては確率が高くなっていますね。こういった地域ではにわか雨に加えて雷雨の発生にもご注意ください。晴雨兼用の傘があると役立ちそうです。そして最新の気象情報はウェザーニュースのスマートフォンアプリからもぜひご確認ください。ピンポイントで情報を見ることができますので、ぜひ皆さん活用してみてください。